今回は、沿線の市が財政支援を否定的だったため、高架化が大幅に遅れた鉄道の連続立体交差事業について、小学生でもわかる感じで解説します。では、早速ご覧ください。知立駅という名前を聞いて、皆さん、どんなことをイメージしましたでしょうか。まあ、こう思ったかもしれません。ん？知立駅？おいおっさん、お前のことか。確かに、ウプ主のおっさんは、陽キャというくくりのグループには全く当てはまりません。陽キャの皆さんがこのチャンネルを見ていらっしゃるかどうかはわかりませんが、土日になればイオンモールなどに行かれるかと思います。ですが、ウプ主のおっさんは、一人で線路脇に行ってカメラ構える感じです。まあ、陽キャではないですね。話が脱線しましたが、知立駅というところが、今回の舞台になります。そんな知立駅では、高架化工事をやっていて、駅周辺を合わせて連続立体交差事業を行っています。ですが、少し社会問題となっていたりします。地元の人であれば、こう思ったことがあるかもしれません。おーい、これいつできるんだよ。知立駅の高架化は、結構前からやっています。ですが、未だに完成していません。工事が、当初の計画よりも大幅に伸びているのです。その理由は、市のサポート体制にあるとのことです。地元自治体である知立市はこのように言いました。おい愛知県、もっと金出せよ。愛知県に対して、市が本来負担するプロジェクトの費用をもっと負担するよう求めていました。そんな出来事により、工事が遅れているのです。とはいえ、このストーリーを聞いて、皆さんこう感じたかと思います。何の話だかさっぱりわからん。他のチャンネル行くぞ。少し真面目な話をすると、マイナーなローカルネタを取り扱うと、途中で別のチャンネルに行かれる方が多いようです。もう少し説明するので、もう少々お時間くださいね。それは、今から約30年前の1990年代のことでした。知立駅は、名鉄名古屋本線、三河線が交差する鉄道のジャンクションみたいな感じになっています。ですが、駅は地べたにあるため、開かずの踏切が問題となっていました。しかも、電車の運行上のボトルネックにもなっていました。名古屋本線では、豊明新安城間は、各駅停車を追い越せる待避設備のある駅がゼロです。よって、名鉄が JR に勝負する上でデメリットとなっていました。というわけで、名鉄はこのように言いました。高架化するぞー。高架化することとしました。高架化する場合は、連続立体交差事業というプロジェクトになります。国の制度により、こちらは、工事費のほとんどは、国と自治体が支払うこととなっています。よって、関係者それぞれの負担割合は次のようになっています。2010年の時点では、国が260億円、愛知県と知立市がそれぞれ130億円、名鉄が95億円となっていました。と言っても想像が難しいので、いつもの通り、ダイソーにしました。総事業費が100円だった場合、国が40円、愛知県が20円、知立市が20円、名鉄が10円となります。地元自治体の負担分では、愛知県と知立市は同額となっています。これまで、愛知県はこのように言いました。俺と市町村は原則一対一にするぞー。鉄道の連続立体交差事業において、愛知県では、県と市の負担割合を同額に設定してきました。そんな中、知立市はこのように言いました。おい、県対市を2対1にしろ。市の負担率を減らすように言い、2対1にするように要求しました。これには理由がありました。知立市はこう述べました。なんで通過する奴らのために俺が金出さないといけないんだよ。前述の通り、知立駅は、名古屋本線と三河線のジャンクションになっています。そんな中、名鉄は乗り換えがしやすいように、高架橋を3階建てに設計しました。また、名古屋本線は、上下線どちらにも待避線を追加する設計にしました。よって、工事費が、普通の高架化よりも高いのです。ただ、そうした設備デメリットを受けるのは、知立市内には、用事がない人々です。愛知県全体の問題ということで、負担率について苦情を申し出たわけです。さて、こうした知立市のご意見について、愛知県は早速反論しました。
愛知県はこう答えました。うん、無理、ちゃんと出せよ。知立市に対して愛知県の慣例である1対1の原則を守るように説教しました。こうした中、知立市は次の手段に出ました。今度は鉄道会社である名鉄に目をつけました。そしてこのように言いました。おい、コストカットしろ。そうだな、三河知立とかどっか地べたにしとけ。高架化事業をコストカットするよう言いました。ここで着目したのが三河知立駅でした。こちらは三河線の駅ですが、当初は今の場所で高架方式にする形を予定しました。ただ駅を高架にするといろいろとお金がかかる点が知立市側から問題視されてしまいました。そして三河知立駅を平面の区間で作れる場所へ移設することで名鉄と合意しました。ただこうしたプロセスには時間がかかり、プロジェクトの期間がその分長くなってしまいました。さらに2000年代後半になるとみんなこのように言いました。おい、工事費が上がってるぞ。今と似たような感じで工事に使う鉄などの値段が上がっていました。ゆえに工事費が当初予定した値段よりも高くなってしまい、計画全体を考え直す必要が出てきてしまいました。というわけでまたまたプロジェクトが遅れることになった感じです。もっとも皆さんこのように思ったかもしれません。あれれ、この時代って円安じゃねえだろ、なんで原材料上がってんだよ。少し説明しよう。それまで鉄の需要は先進国が中心でした。ですが2000年代に入ると新興国が台頭してきました。ブリックスと呼ばれるような国が急速に発展し、その結果として原材料の需要が伸び、価格がアップしました。なお私の生声解説は需要がないため登場頻度はダウンしました。まあそんな出来事があった感じです。こうした中、知立市は相変わらず負担率に異議を申していました。そして市長が県知事に直談判するまでに発展しました。ここで愛知県は少し譲歩しました。県はこのように言いました。ああ、わかったよ、もう少し県が出すわ。県は追加で23億円出すと伝え、知立市の負担を軽減させました。ダイソーで例えるなら4円くらいに相当します。こうしてようやく工事がスタートすることになりました。ただここでも問題が出てきました。工事現場の人たちがこのように言いました。なんかスペース狭くね、これじゃなかなか作業できないな。現場が市街地であるため思ったほど工事に使えるスペースが足りない状態になりました。よって作業のスピードが下がることになってしまいました。ゆえに名鉄はこのように言いました。はい、5年遅れます。友達と会う時間に5分遅れますみたいな感じですが、高架化の完成が5年遅れることになりました。当初は2023年の予定でしたが、2028年の完成を今は目指しています。以上、知立駅の高架化についての大雑把な解説でした。なお今後の予定について少し説明します。23年度には名古屋本線の豊橋方面の線路が2階に移動します。25年度には名古屋方面の線路が同じく2階に移動します。そして27年度には三河線のホームが3階に移動します。その後は周辺の道路をリフォームし、28年度に全て終わる予定とのことです。最後になりましたが、今回のテーマに関して中京圏以外の皆さんはこのように感じたかもしれません。へえ、あっそ、知ったことじゃねー。